真田広之が主演&プロデュースを務め、ハリウッドの制作陣が手掛けるディズニープラス、スター、オリジナルドラマ、将軍将軍、全10話、毎週火曜に配信、最終話は4月23日、火曜日、配信予定、の第6話、歌方の女たち、が3月26日に配信され、二階堂ふみ演じる、落葉の方、をはじめ、マリコ、アンナ・サワイ、や遊女、菊、氷優香、ら、戦国の世を必死に生き抜く女たちの、戦、にスポットが当たった。以下、ネタバレを含みます。写真、美しい。絢爛豪華な衣装を着こなす二階堂ふみ、落葉の方、妖艶な菊、そしてマリコ、ありのままの私を、ジェームズ・クラベルのベストセラー小説を原作に、日本に漂着したイギリス人航海士ジョン・ブラックソーン、アンジンイコールコズモ・ジャービスの視点から戦国の陰謀と策略を書くドラマ、将軍将軍。第6話では、戦国の女たちがそれぞれの立場で戦う姿がじっくり書かれた。大地震で虎長の命を救ったアンジンに、虎長からさらなる褒美が与えられた。その中には、この地で一番上等の遊女を買うてやれ、というものも。そして、アンジンが遊女のもてなしを受けるその場にマリコも同席せよ、という。夫、文太郎、安倍晋之助が生還し、再びアンジンとの間に一線を引くと決めたマリコ。だが、茶屋で菊が生めかしく、ねっとりと語りかける言葉をアンジンに通訳しなければならない。あなたのその目で、欲しいものをご覧なさいまし。着物を脱いだ私、ありのままの私を、一流の遊女、菊が作り出すあでやかな雰囲気に飲まれ、マリコの息遣いも荒くなっていく。菊役、向こう里とマリコ役、沢井、アンジン役、ジャービスが、互いの体に触れることなく言葉だけで作り出した、官能的なワンシーンだ。明かされたマリコと落ち葉の方の因縁また、6話ではマリコと落ち葉の方の関係性も明らかになった。幼い頃から姉妹のように育った2人。回想シーンでは2人が仲良く過ごした幼少期や、瑠璃姫と呼ばれていた若き日の落ち葉の方が、意に染まぬ結婚で安土城を出ていくマリコのために涙を流す場面が書かれた。だが、その後の2人を待っていたのは逃れようのない因縁だった。本作の落葉の方の父は安土城の主、黒田、尾崎英二郎という設定。そしてマリコの父は、黒田を討った明智仁斎、豊竹内、なのだ。子をなすため、口にできぬようなこと、を強いられた、黒田が討たれ権力は太后のものになり、瑠璃姫は太后の側室となった。そして、この時初めて、落葉の方、の名を与えられ、太后の男子を産むという、宿命、を背負ったのだった。子をなすために、応用院、阿公、に苦い薬草で酔わされ、口にできぬようなこと、を強いられた。と壮絶な過去を匂わせた落ち葉の方。お世継ぎの母になれたは、私一人。何故か、わかるか。宿命に、我が姿を見せつけたからじゃ。故に、宿命の目をえぐり出すことができたのじゃ。演じる二階堂は、狂気じみた眼差しにうっすらと笑みさえ浮かべる怪演ぶり。宿命に振り回されるのではなく真っ向から挑み、完全にその首根っこをつかんだ、そんな恐ろしさを漂わせた。落ち葉の方のラスボス感がたまらない。マリコは虎長に、おなごは常に戦うておるのでござりまする、と説く。その言葉の通り、それぞれの立場で壮絶な生き様を見せつける女性たちに、視聴者の視線が集中した。登場する女性たちの魅力がすごい、菊の色気にむせ返りそう、マリコ様と落ち葉の方が幼馴染だったなんて、受け止めきれない戦国の女性たちの生き様が強烈、といった熱い感想が飛び交う中。特に注目を集めたのはやはり、終盤で強烈な凄みを発した落ち葉の方。今週も落ち葉の方の開演で全て吹っ飛んだ。凄すぎ、落ち葉の方のラスボス感がたまらない。落ち葉の方、の名を受けたとき、彼女は人の心を捨てたのか、今回も二階堂ふみさんの演技に震えた。I love you、から振り幅どれだけあるのよ、と、その迫力ある演技に魅了される視聴者が続出した。将軍将軍は、トップガンマーベリックの原案を手掛けたエグゼクティブプロデューサーのジャスティン・マークスらに加え、真田も制作に名を連ね、ハリウッド制作陣が本気で作り上げた戦国スペクタクル。初回公開から1ヶ月が経つ今も映画批評サイト、ロッテントマトーズ、
のレビュー評価で 99% フレッシュをキープ、3月27日時点、するなど、世界から高評価を集めている。いよいよ落ち葉の方と虎長の対立が鮮明となってきた第6話。続く、将軍第7話は、4月2日、火曜日に配信される。